速稼塾の久保です。来ました、サプリメントの追加。今回もね、エクスプロージョンさんからもうね、在庫があんまりないんだよね。で、いろんな種類頼みたかったんですけど、あんまりないんで、今回も3種類にとどめておきました。でも、でかいんですよね、それが。ほら、3キロ版を頼んだんですよ。ミルクチョコレートね。でかいでしょ、これ、すごい。1ヶ月分かな。で、次、ブドウですね。ブドウの味、うん、これも美味しそう。で、3つ目が楽しみな、まあメロンですね。メロン、本当はね、バナナとかがね好きなんですけどね、バナナ関係がいただきたいと思うんですけども、しょうがない。合計9キロ、3キロが3つでございます。結構ね、まとめて買うとびっくりする価格なんですよ。これで3つで14,376円、だから1袋5000円弱なんですよね。でもまあ、だいたいプロテインって1キロ単位でこう比べますんで、1キロあたりだと、まあこのね、エクスプロージョンさんのプロテインっていうのは一番安くていいかなと思っております。まあミスター M さん、ガチンコマッチョクラブのね、ミスター M さんも同じのを使ってらっしゃると思うんで、まあ同じような感じでね、まあ本当にマッチョになる、なった一つと同じものを使えば同じような結果が出るかなと思ってますけどね。まあこれからもエクスプロージョンさんのプロテイン飲んで体作っていこうと思います。まあ、タンパク質がね、足りなくなってくるんですよ、やっぱり年を重ねると。ですね、タンパク質をしっかりとって、炭水化物をちょっと減らしながら、まあでもね、筋肉つくのには炭水化物の助けもいりますんで、もう極端なね、食事制限とかちょっとないようにしていこうかと思います。あとね、1日16時間何も食べずに、残った8時間でその飲食をやって、ムキムキマッチョ、細マッチョになっているという例もあるんですよ。だからすごくね、健康法としては空腹であることらしいんですよね。常にちょっとの空腹、ちょっとのお腹すいた、ちょっとのストレスが体をものすごく守ってくれるらしいんで、そのためのね、ライブが今度ね、2月にあるんですよね。ちょっとこちらの方も楽しみ。違う、今月だ、1月30日なんで、もうちょっと1週間ぐらい先ですね。もうでも近いな。1月24日に松潤さんと山根さん の即歌ミュージックステーションがありますけどもね、お昼2時に。30日は21時から、健康系のちょっとライブをね、させてもらおうと思います。また告知をしますので、よろしかったら Zoom の方でお付き合いください。よろしくお願いします。それではマッチョになりたい。